ジャスティン・ホーキンス、1975年3月17日体は、イギリス在住のロックアーティスト、ギタリスト、ボーカリスト。イギリスサフォークの漁港、ローストフト出身。フレディ・マーキュリー風のハイトーンボイスやシャウトを使う、歌い方が特徴。イギリス北部、ヨークシャー州のハダース・フィールド・テクニカル・カレッジ・ミュージック、テクノロジー下で、音楽。 作曲についての専門的な教育を受けた。ザ・ダークネスのリードボーカリストでギタリストであった。ロックバンドザ・ダークネスのフロントマンとして中心的な存在を担っていた。2006年脱退。後日彼のおばが経営するノーフォークにあるパブで開かれていたカラオケ大会で尊敬するクイーンのボヘミアン・ラプソディお菓子を一行も間違えることもなく完璧に歌い上げたのを。 きっかけに同バンドのメンバーで弟のダン・ホーキンスの勧めでボーカリストになる。それまでは自分自身をリードギタリストだと思っていたとのこと。この時の観客は彼の素晴らしい歌唱力に唖然としていたという。2005年にはジャスティンはブリティッシュホエールというソロプロジェクトを立ち上げた。デビューシングルである1974年のスパークスのカバー曲ディスタウンは 同年8月15日に発表されて、イギリスのシングルチャートで6位になった。2006年10月、薬物や接触障害等の健康問題と、その治療のためバンドを隕石脱退。ザさんのインタビューに応じ、内幕や敬意を語っている。2007年初頭、ユーロビジョンソングコンテストコンクールで、英国代表を争う6組のうちの1組として、予選に出場した。 その時の楽曲は、ビバリー・ブラウンとのデュエット曲 h e y d o n t Make, e n l i k e They Used 2である。しかし、コンクールに勝つことはできなかった。2007年秋、英国のエコ活動推進グループザ・グリーンシングスに楽曲を提供した。Do It in the Dark との一見意味深なタイトルではあるが、作詞は彼自身ではない。彼はこの楽曲について、 あくまでもエコ活動推進への提供のための楽曲で、それ以上の意味はなく、また、シングル発売もするつもりはないとの発言を行っている。2008年1月、BBC 放送のアニメ新番組フリーホニックスに楽曲を提供した。2008年公開予定の映画テルスターにおいて、英国ショックロックの元祖と言われている記載、スクリーミングロードサッチ役を演じている。 この映画は60年代の英国の勝美遣いを当時の有名音楽プロデューサーであったジョー・ウィークの人生を追うことで描いていくものである。2008年6月バンドホットレックを発表した。なお、同年にアルバムを発表する予定であると公表した。6月24日にマイスペースの同集団のページにおいて新曲ヒーローズの MP3 ダウンロード配信。 同年8月にイギリス国内4カ所で行うライブのチケット販売を開始した。2008年12月、ホットレックはシングル、アイブメットヤソーを発売。2009年2月、ホットレックはファーストアルバム、レッドライトフィーバーを発売。同月末から英国内ツアーを行った。ホットレックにおいては、ザ・ダークネス時代のグラムロック思考とは異なるマンロック。 当の音楽志向を提唱している。2009年3月現在、英国のポップロックバンド、セービング、エイミーのデビューアルバムの作成に関わっている。2009年11月発売の米国の人気オーディション TV 番組アメリカンアイドルのアダム・ランバートのデビューアルバムに、ミュージックアゲインという楽曲を提供した。ロンドンのマダムタッソーには彼の老人形が設置されている。 ジャスティンは独特のハインボーカルに特徴があるが、自身はファルセットではなく、ヘッドボイスのテクニックを使用したものであると語った。ありがとうございます。